さあ始まりましたトゥナイト5この番組は月曜日から金曜日まで吉本沖縄に所属する芸人がお送りする番組となっております水曜日のトネガーホプキンスですお願いいたしますこんばんはよろよろこんばんはこんばんははいねじゃあ僕の仕事唯一の仕事させていただきますお願いしますツイキャスやメールの方も うん、募集してまして、うん、メールアドレスが7 6、うん、1, 1 f m k o s a j p 7 6、はい、1, 1 f m k o z a j p となっております、はい、ぜひぜひねいろんなことを送ってってくださいよっはいお願いいたします何でもお待ちしておりますからねお願いしますねまお願いします ゆずが重大発表するっていう話がね。そう。そうっす。<laughs> あれは何だったんですかね。その、なんかず、なんかね、勝手にネット上では解、うん。ね、解散じゃないかみたいな。そうそうそう、でも、悪い予感しかしない。みたいな、なんかコメントがあったけど。なんか、あのー、うん、弾き語りでの。ドーム。単独公演っていう、ですか、なんていうんですか、ライブを。ーあのー。はいはい 決定ということではいはいはいまあそうツアーのねまあ告知だったというか日本の音楽史上でも初の試みらしいですよこの弾き語りでドームでやるっていうのもね弾き語りってあれ自分で弾いて言うみたいな言うっていうかまあ何かを発するってことでなとかしてる 方いいるじゃなですか弾き語りの定義まあだからバンドとかみたいなもんじゃないですよねああそうだねだからいろんな要は多分だからギターと歌声のみで戦うってことでしょ要はああなるほどそっかそっか上村かなとか上村かなさんという弾き語り歌手が一人で楽曲を歌う際に自らその伴奏を行う楽器の演奏 演奏を同一人でうんまあでもだから二人なんでだから歌とギターのみでってことなんでしょうね、うん、はいはいはいなるほど<ー>これがもう日本の音楽史上初めてのらしいですよえそうなんだドームでは。 えー、すごいですねいやだってっそうじゃんこのバンドとかだったらさいろんな音あるし、うん、なんかまあまあまあそうこうわーって盛り上がる感じあるけど、うん、弾き語りってなんかこうなんかなんかこう寂,寂しくない寂しいっていうかまあなんか限られてくる感じもそうよ、ね、しますねうんそうそうなんかさ、うん、俺なんていうのこの単独ライブとか吉本吉本っていうか芸人って単独ライブをうん やるじゃないですかやります単独ライブやるよってなって、うん、キャパ何人だみたいなはいはい、はい、やっぱりなんか芸人の単独ライブだと1 0 0 0 0単位だと思うわけどんなにでっかくてもまあそうだねまあ数百人ぐらいのキャパだと思うんですよまあそんなもんたまにあれですけどね、うん、なんかでしかもこの言ったらこの楽器を使うわけでもなく いいしなんか道具を使うわけでもなければみたいな感じだから、うん、この漫才だったらもうマイクの前で2人がしゃべるだけだしコントっつっても簡単な衣装とセットをぐらいしか使わないから、うんまあ、そ,そんなに大きくできないじゃんまあそうそう、ね、なんか何十人も使ったお芝居とかっていうわけじゃないし、うん、セットをめっちゃ組んだアーティストライブとかじゃないから、うん、なった時にそのキャパの上限あるんじゃないみたいな、うん、って思ったんですよ。 単独ライブ芸人の単独ライブのキャパの上限っていうかこうまあそんなに大きいとこできないっしょみたいなできないね武道館武道館でよく音楽のされる方はなんかツアーとかライブで、うん、武道館でやったら売れてるというか成功者みたいな何、ね、かあるじゃです 目標といえば武道館という人多いんじゃないですか、うん、武道館でやっぱお笑いライブの単独なんかやっぱできないよなとか勝手に思ってて、はい、ちょちょっとなんか前に調べたら、うん、過去にあのー、一組だけやってたっぽい方がいて<笑><笑>武道館でお笑いライブを。 うんちょっとね情報が正しいかわかんないんでもし本当に気になったら調べ直してほしいんですけど、うん、確か僕の記憶が正しければ一組だけいてザ・ボンチさんが <laughs> ザ・ボンチ生まれる前かな僕らが<う>80年代ぐらいにやってるらしくて <laughs> ボンチさんすごいなと思って <laughs> まあ呼べないじゃないですかそうですね、うん、人呼ぶのも大変だしその伝えるのも大変だしうん そうっすね <laughs> やっぱりね武道館だって 14, 1万4471人収容できるんですよ。1万4471人<笑><笑>吉本沖縄か月で130ぐらいでしょ。<笑><笑>いやそれ100倍吉本沖縄か月百100倍のキャパ。 <laughs> で単独ライブをやったとうんすげえもう <laughs> なんかこうパーって見るとさ、うん、あでも後楽園ホールってたまに聞かないお笑い芸人の後<く>楽園ホール2005人って2005人うん2005人も多いいよ <laughs> 呼べる ?2005 知り合いにいないのにそんな人数いや本当あれ俺30年間でそんな人と会ったからそれは会ってるだ会っててくれ2000人は2000ああいやすごいっすねすごいねそんだけ呼べるっていうのもすごいっすねやっぱなんかこのスケールが違いますねそうだねなんかこうやって見ると面白いな横浜アリーナ1万7000人 1>, 1万7千埼玉スーパーアリーナ3万7千人3万、うん、東京ドームと京セラドーム大阪が5万5千人5万両国国技館1万1098人とかああなるほどはやすごいですねやっぱ1万とか呼べる人がいるんだねこの世にね <laughs> いや五桁よ五桁。言ってること,ることはわかる非常に。 でしょうん、あのねなんかね今週末の22日土曜日に、うん、吉本が国際通りに作ったラフピース専門学校っていう学校のパフォーマーコースの子たちが吉本沖縄歌月で、はい、あの短編演劇集の本番を迎えるんですよあみ見たいねなんか僕生徒じゃないけどポスター見たよ出ることになりまして、うん、おい ポスター見たポスターで岩田出るの知ったよ <laughs> <laughs> あ岩田出んだうそう出るのあれし <laughs> えなんも聞かされてないけどポスターに載ってないけど千秋、うん、も出るからねえ <laughs> そうなの？急遽出ることになって千秋は <laughs> そうなんだそうなんか出演者の名前とかも千秋載ってなかったからそうなんかそれはちょっと出演者のもともと生徒の子の、はい 体調不良かなんかで緊急で役が一個空いちゃってあ「なるほど千秋さん出てもらえませんか?」っていうことになって出るっていう形になってみたいなへえそうなんだそれがあるのにやっぱそれも要はあのまあ我々芸人はよくあるチケットノルマみたいなものをまあもう慣れっ慣れっこっていうかまあまあまあもう当たり前のようにやってるじゃないですかそうっすねやっぱその専門学校の生徒の子たちとかやっぱ初めてのことだからああまあそっか そうチケットを売,売ってくださいっていうこのアナウンスやをされた時に、うん、やっぱなんかこうちょっと嫌そうなのね嫌そうっていうかああまあなんかちょっとね強要してくるの嫌だなみたいな、ね、ああはい<笑><笑>でなんなら買い取りじゃないのね彼らあそうなの学生だからなのかなんだか分かんないけど、うん、一人何枚は売ってほしいですみたいなでもその<ー>売れなかった た,だこうたくさん売れる人が助け合ってみたいなこのっていうねよく分かんないそのね強制的にだから俺らは売れても売れなくてもノルマがあったらお金納めるみたいなところがあるじゃんまあそうっすねそうじゃないっぽいのよねそうああもうもう売れなかったも仕方がないみたいなそう,うなそうそうそうでも売ってほしいから売ってくださいって言うみたいなうんなるほどいやででもささそれでさ、うん それはねまだこの卵だから将来のスターの卵たちだから、うん、ですしはい、はい、僕らはもう全然読めないですけどなかなかね、うん、いやそのやっぱり言うても言うても10とかいかないわけですよこの言ってくださいって言われてる数が、うん、ああそうなんだ 1>,、うん、1人当たり10 10ぐらいかなと思ってた一一、ね、桁はそう考えてもやっぱみんな売れてないみたいななかなか。 頑張って今からいろんな人に告知していくんだろうけどうそう考えた時のこのやっぱり武道館の1万4,000人とか何よっていう感じよね <laughs> すごいね,ね読んでみたいっすね <laughs> 見えるのかね1万4,000人のキャパで舞台上で何が行われてるかいや <laughs> 歌ってだって耳から入ってくる要素めっちゃ強いじゃんああまあそうな いい,いいと思うねなんか音楽はい、はい、で,でっかいモニターつけてあ確かに、ね、かカメラがおってさその<笑>なんかお笑いとなるとそうもいかないじゃんなんか <laughs> いやそうね聴覚視覚からの情報もあるしうんいっぱいねなんかこの演者を拡大したスクリーン出したところなんか違うじゃんそれ。 いやまあお笑いのライブのやつはそれじゃないじゃんなんか <laughs> だったら YouTube とかでもそうそうでいいじゃんみたいなパソコンの画面越していいじゃんみたいなところ <laughs> そうあるじゃないですか確かにやっぱりだから限界があるはずこの演目この競技競技と捉えた時漫才やコントを競技と捉えた時の呼べる人のキャパの限界がきっとあるんだろうね,ねいやまあ本当ルミネー ルミネーザ吉本が500ちょっとぐらい500かで NGK が大体1000とか言われるよね1000っていうう,、ね、うん。やっぱ1000ぐらいがそうだね上限なのかな4桁がやっぱマックスなのかなみたいな、うん、かもねあれ、えー、吉本新規が NGKNGKNGK え、ね、そうだねなのかなーって、うん、そっかそうだ1000ぐらいがうんマックス広いキャパ、うん でどこでやったことがある一番こう<え>舞台立って人前で何かをしたっていうのでこの、まあ、映画祭のビーチステージとかちょっとよく分かんないじゃんあのまあそうだねなんかこの箱で箱そうなると、うん、えー、どっかなどこだなひテンブステンブスがマックスかもああ テンブスは300弱ぐらいかな280200強で、うん、椅子仮設っていうか椅子をめっちゃ増設して300かなみたいなそうだねああテンブスって一回吉本のライブやったっけやったやった,やったああそ,それでかそれで,、うん、であと r ワ1でその行った時に新宿の劇場が、うん、テンブスと同じぐらい、うん ところアターモリエルうんそうそうそうあそこで一応やったぐらいかなあは。なるほどねそうそううんまあ大きいとこでいえばそうかもなんかさ自分はあのえ手だこか手だこで大体1,000ぐらいかそうだね1,000だけどなんかもう普段さ百数十のとこでやってるじゃん いや、1000とかなってくるとちょっともうわけわかんないよね。なんか <laughs> <ー>なんかちょっとどこに向かって声出していいんかな？みたいな<ー>超素人っぽいことなんだけど、なん,なんかめっちゃあるなと思って。そうか。もう俺。俺その1000人キャパの時、俺後ろから見てたけどさ、うん、やっぱね。本当お人形さんみたい。<laughs> どういう感想？<laughs> お人形さんみたいや。どういうこと？やっぱ 一応俺目悪いっていうのあるからんか動いてんなっていうああはっきりそうだねはっきりは見えないああてかほんとそれこそ新喜劇とかちゃんとは見たことないけどその動きを大きくしてとか声をはっきりパーンっていけるんだったらまあ1000ぐらいがちょうどかなっていうか生で生身の人間が動いてしゃべって。 <っ>てそうだねはやっぱ1000ぐらいかなと1000ぐらいはあ、うん、でももう凡地さんはすごいっす <laughs> すごいねすごいすごいよ1う4000よ1万4000ってすごいっすね,ねほん武道館だからオペラやってる人とかどんななのかねなんかその、うん、手だこ ホールに出た時はこの浦添のマリカバレエダンススタジオっていうところの発表会に呼んでいただいて出たんですけどなぜがお笑い芸人なのにね <laughs> そ,うんその時にあの僕と同じような感じで呼ばれてた人がそのオペラ歌手の県内のオペラ歌手の方が呼ばれて,てででまあその違う畑から来てるわけじゃん。 はい、で同じ男性でやっぱりバレエの発表会ってなるとその女の子ばっかりだから9割9分女の子だから、うんまあ、男性楽屋で一緒になってちょっと仲良くなったりとかして話してたんだけどあ<ー>やっぱりそのオペラやってる方だからまず劇場入って舞台立った瞬間、うん、その稽古っていうかゲネ,ゲネの時とかね「うん、いや岩田んさこう立つじゃんこの舞台立つじゃん、うん、声出したいとか思わない?」とか言われて。 <あ><う>思わないっすっていその時 <laughs> ああ今はちょっとそんなことないんだけどあああやっぱその声の響きとか反響とかやっぱ知りたいらしくてどこに向かってどんぐらい出したらどれいうふうに響くかみたいなのがちゃあるらしくて、うんうん、めっちゃ素人みたいなリアクションしちゃった、うん、あマジっすかなら,ならないっすねつって <laughs> っ恥ずかしかった、えー、なんか舞台人として舞台人て人前で立ってやる、えー、あれとして。 なんか本番前のゲネというかリハ最近プロのめっちゃ興味あるんだようね何かそのそのオペラ歌手の人が最初ゲネリハーサルやる時そういうことを行うみたいなとかさこの前シソンヌさんの単独ライブ行った時にシソンヌさんの単独ライブって リハーサーどうなってんだろうっていうのがものすごく興味あって見た見たのよ<え>そうやっぱね何だろう酒飲んでたいや飲んでない <laughs> <laughs> どういうイメージなのいあわかんないけど <laughs> 意外とやっぱ普通だった何だそれ <laughs> そこは普通だったあ,<ー>あでもなんかやっぱねそののプロの こっちも一応俺たちもプロではあるんだけどなんかやっぱ感動しちゃった王者王者ですからそう王者王者のゲネリハを見た時感動しちゃいましたね普通だったんだだけど普通だった結構そうそう意外と言わんでいいじゃんじゃあでもやっぱその普通にこなしてるっていうのがものすごく感動しちゃったなああそのんかうんうんうん手は一応まあリハーサルだから抜いてはいるんだけどうん しっかり児童さんがキャラを見せてくれるというかやるんだそうそうそうリハからガチでやれっていう方結構多いですどこの現場でってもやっぱなんか多分そっちの方がいいあ,<ー>あのねあそう,あそうこれめっちゃ、うん、なんかこの精神論っぽいじゃん稽古や練習も全力でやれみたいな。 あ精神論っぽいから、うん、いやいやまあみたいなところあったけど、うん、めっちゃちゃんと理にかなってるというか、うん、あ絶対む,むしろそうすべきだなっていう現場があるってことを知ったんだけどそれは何かっていうと、うん、声優、うん、声優さんの現場って、うん、その練習の時から、うん、オンでやるんだって120%で。なんでかっていうとその マイク通してあのミキサーっていうかこの音を見るじゃんね、うん、だからそのマイクの音量とか声質とかを見ないといけないから、うん、むしろ練習の時手抜いて、うん、本番の時100パー120パー出されると困るんだって逆に、えー、なるほどいやなさっきの時この音量出してなかったじゃんっていうことがあるから、えーうん、むしろガチでやってほしいとむしろ練習の時120出して抑えてくれみたいな。 っていう,ふうな現場らしくて、<ー>俺もう全然最近知ったんだけど。えー、そうなんだ。なるほどね。困るんだって。マイクさん、だら俺らってさ、うん、あのー、いいことか嬉しいことなのか悪いことなのか分かんないけど、その、うん、劇場でスタッフさんがいてくれるからさ、うん、自分らが音響とかやる機会があんまりないじゃない。そうだ、ん、ね。困るって。本番で変えられると。ああ<ー>。で <laughs> <laughs> 本番さながらやってほしいって。 なるほど <laughs> これはしっくりくりるんとね <laughs> ラジオをしている人間が電波に通してする会話かっていう話なんですけど <laughs> まあねまあまあ <laughs> らしいですよそこに声優さんのところはそこら辺はシビアみたいなんで <laughs> <laughs> やったほうがいいっすよだから <laughs> そうっすねちょっ、まあ、全力で <laughs> 全力で僕たちやもうスタッフさんのためにもうん だからもう全力でやり続けた結果、うん、やっぱ最終的に埼玉スーパーアリーナで単独ライブっていうい武道館よでかくない <laughs> ?3 万7千人。お人俺いや,俺いや埼玉でかって思ってた,から,てたのらいかもしれない <laughs> 呼ばないといけないの <laughs> <laughs> 人口 まあまあねまあまあ何の話をしたのやらですけれどもああそうですねいったんじゃちょっと今日はあのねコーナーをね年末スペシャルなのかなんだかよく分かんない思いつきだと思うんですけどちょっとコーナーを長めにやりたいなと思います、ね、ああいいですねはい、はい、ということでえっとちょっとね一旦コーナーに行く前にシェム行きたいと思いますシェムです、はい 頭使ってないもう全然落ちもうシーエム行く前のあれも <laughs> <laughs> 問題あるんですかこう,こうもうセルフで出せるストックが結構あるんですか今ちょっと調べてはいるけど <laughs> でも大体見てると二人も調べてるんじゃないかなっていう感じの、ね、マジですか僕今、うん 一問は微妙なんで、まあ2、二、二問あります。一応三問。三、うん、問あります。塩素さんが。塩素さんも結構意外に出してくれるんですよね。こ<の>生物。生物雑学生物ああ。じゃ、あちょっと今回あれかもな。どうした。生物系なのよ。やばい。行かれるかもしれない。塩素さんが一瞬にして答えるかもしれない。 オレンジ、オレンジ、オレンジでーす。<laughs> 雑学イーズー。 そうっすね、なんかやっぱり回転をそうすねボケもガチ答えもパンパンいったわ、やっぱり <laughs> もうボケの質より。 はいということで引き続きトゥナイトファイブをお送りします。水曜日のトレガー・ホプキンスです。お願いします。では,いはいということで今日はちょっと長めに撮りますよ。行、はい、きますよ。はい、雑学クイズ。 このコーナーは雑学に関するクイズを出題していきますのでみんなでバンバン答えていこうというコーナーとなっております。はい、ということでね今日は尺を多めに取ってますのでたくさんの問題をやりたいと思います。うん、FM コースタッフの延祖さんとセキさんも参加してくれますので盛り上がっていきましょう。それじゃあまあ僕から最初一問いっちゃいましょうかね。 はい、いいですか。お願いします。じゃ、あ僕から問題出したいと思います。チゲ鍋のチゲは。どういう意味ああ。シンプルな問題ですね。チゲ,チゲ鍋のチゲって何っていうことですね。まあ。又吉、いんも。違います。いやー、くっそ。<laughs> いや、チンゲ鍋やんそれ。 最悪だ最悪相方がめっちゃ引いてるいやちょやめ電波に乗っけていやちょ冗談ですよ皆さんね冗談冗談ですからねヒーローちゃんが「またよしアウト謝れ」ってごめんな不快な思いをさせて申し訳ございませんでした嫌な人もいるみたいですよそうそう 考えもんですね。あ、行きましょう。エンソスさん、ちぎった鍋。違います。残念。なるほどね。え、ちげ鍋。うん。はい。エンソさん、千葉の鍋。あ、違います。ちげ鍋とは。なるほどね。な、ちげ鍋とは？問題が出ててあの。 鍋のチゲってどういう意味って今クイズやってますよなんて分かんなかったうん笑顔がみんな素敵だとりあえずうんとりあえず笑顔が素敵チゲ鍋のチゲねはいまてよしチヂミ違いますチヂミうんまてよし海鮮違います辛い違います甘い違いますなん。 赤い違います。違う,違うな違う。違うな。えじゃ。<laughs> 水分。違うな。栄養満点。違う。<laughs> 星形の。違うな。星形の。<laughs> <型>具ダクサン。違え。 悪が出ないちげな違ういや違うわ <laughs> ち違う鍋ごめんね、うん、全部間違いいやそ, <laughs> <laughs> そんな叩きつけなくてもなんだろうねうーんとねボケで言ったらすかしみたいな感じ感覚俺も超感覚で喋ってるあんまり真剣に捉えないでほしいんだけどでもそんな感じ、うん、俺の中では なんだよみたいな感じよ、うん、ボケでいったらすかしうんうんさんあくび娘さんが魚系のだし汁いやー違いますね魚介類の煮込み料理違いますよそんな意味がうんちげ <laughs> <ゲ>うん、えー、すかしっぽいねこれねまたしごはん 違いますでもねい、あのー、近くないんだけど全然、うん、考え方はそ,そういう感じだと思うなんかこうお<ー>なんか引っかかる感じがあるなるほど、うん、近くはないけど近くはないよ全然でもいわゆる辛いとか、うんあのー、魚介系のとかそういうことではないなあ。<ー> カラーメン美味しいよね辛ラーメンか辛ラーメンってありますねあ美味しいですね美味しいよね朝さん違うんかいええ答え知ってる人あ知ってる人だ知ってる人だイキさん知ってる人だ知ってる人がいるんだったらもうちょっとだから今楽しめてないイキさんはいやもうこの問題終わってくれってなってるわじゃあもう行こうせじゃあじゃあ 今日はスペシャたくさんマイク上げますよああもうもう喋っちゃってくださいよはいじゃあいきましょう関さん台風の時にスーパーからラーメンとかが一斉になくなるんですけどとあるメーカーの一つの品のラーメンだけめちゃめちゃ余っててそれがとっても面白かったんですよ鍋鍋正解ですさあ前置きトークは何なんか いやそうそうなんです。答えたことにも気づかないぐらい無駄だったでしょいや本当にあのああそうだこれ問題の答え言ってんだと思っていやそうなんです分かった答え分かんあ難しいってそういうことねないそうっていうかはいはいあの朝鮮では朝鮮っていうかえっとねえ朝鮮半島ではあの 鍋料理をチゲチゲがもう鍋料理って意味らしくてえー、だから日本でチゲ鍋って言うけど鍋鍋って言ってるのと一緒 <laughs> なるほどそうつまりチゲ鍋のチゲは、うん、え鍋でした答えじゃあ鍋鍋って言ってるんですねそういうことです、あのー、はいフラダンスとかサハラ砂漠も同じね ラもダンスなんでサハラも砂漠なのようわっ細くが強い補くの味付けのが濃いそうっすね鍋だけに鍋だけに全部入れて食べたいっすねにお邪魔しましたいや素晴らしいありがとうございますはいじゃ続いて誰が問題出していきますかじゃあ僕いきますかお願いしますはいじゃあいきますえますいますね しろくま。しろくま、うん<熊>、北極のしの、えー、しろくま、うん。は、全員。うん、なんでしょう、うん。え。なんかでもこれ。知念たかしがいた時に。行った。やった気もしないでもないけど。全然出てこない、やってないかもしれない。え。しろくまは全員。全員。あ。はい。関<あ>、はい、さん。はい、一人っ子。一人っ子。残念。あ、違う。うん はい。独う。は全員。うん。全員なんでしょうか。なんだっけかなあ、演奏さん。指が多い。指が多いどういうこと何をきいじ指が。何えちなみに。残念。どういうこと好きですけど残念。何をきいじ 違う、ごめんなさいやべ <laughs> <laughs> いや <laughs> ヒロちゃんがメンタルが弱いって言ってるけど <laughs> 残念です残念ですかそうです、ね、シュロクマ全員なんだろう<員>あれじゃない <noise> あのー、まばたきしないとか残念です違うかなんだろうなー、なんだった気かな 正規型の例え出してるから。なそうなんですよ。でも関係ない気するんですよね。あ関係ないのか。どっちかな。なんか、白熊だっけ、なんか。レバー食ったら、死ぬとか。そうなの。あ、なんか、なんか、何かの成分が多すぎて、人間が食べると、白熊のレバー食べると。あ。 はい、あの分解しきれないかなんかでへえそういうのしたったみたいなのもあった気がしたんですけどあと白クマの毛は実は透明っていうらしいですよあ,あれなんでじゃあ何汚れなんか反射で全部白く見えるっていうらしいですじゃあこっちに持ってきたら白じゃないんだ、うん、そうまあ刈り取って持ってきたら <laughs> 白じゃ,じゃないじゃないですか一応、えー、透明っていう雑学もありましたけど、はああ 白熊は全員白熊は全員何だろうな何でしょううん何だろう分からんなボケもしょうもないのしか思いつかんからいや質より量質より量量などね白熊は全員強い残念強いけどもあエソさん 猫ぜ。猫ぜ。残念。熊なのに。熊なのに猫。残念です。え、鳩胸。残念。熊なのに。いや、いらんいらん。なんだろうな。そんなに引っ張ってもダメなやつ、これ。え、なんだろう。悔しいな。白熊は全員。うん。 全員なんだろうなあっエンソさん四足歩行 <laughs> 残念です <laughs> <laughs> 残念ねえポイポイすけどねポイポイすね,ねええまあヒントヒントになるんですか、ね、ヒントはですねす僕はちょっと憧れますね憧れる芸人の僕からしたらちょっと憧れる芸人の僕エンソさん汗をかかない

残念残念ですでも一応そのまあその芸人のボッカーしたっていうのはちょっとまあ芸人じゃなければ別にまあそうそうだね俺僕の中でね本当これも感覚なんだけどえ感覚なの何それ遠藤さん声がでかいああ違いますああね確かに声でかいのねいいっすよねはい 白熊は全員全員全員なんだろうな分からんマジこれ普通に出てこないな分からんな芸人の僕からしたら羨ましい羨ましいです全然芸人とか関係ないけど出しとくわキモいからもうあの二重とか残念芸人じゃないもんねどうでもいいもんねそれね芸人のだから又吉 別にみんながみんな憧れることでもないってことですよ分かりました、正規さん。視力がめっちゃいい。お残念だ、違うんかい。えっとね、じゃあヒント。んですかえ、前性がそうかな、ピーチキャス前性がそううん。ピーチキャスの前性がそうだと思う。 確か喉弱いか残 <laughs> 残念念ですーチキャスの前ショが確確確確かかかかあともうううそそそうってことはと外見的なもんじゃないのか。 ちゃんいですけどで一人っ子」ってさっき言いましたもんね前週一人っ子なんだよなえー、なんだろうでも男臭いよね二人ともねなんか男っぽいそこが直結するのかどうかわかんないけど、うん、えー、知念孝もそうだったかなえーえー、共通点なうん、えー これ一回あっ、はい、関さん AB 型<あ>残念ですあーでもまあ違うんだ血液型に戻ったんですねまあそこをちょっと触れなかったけど、うん、あえてうーん,、はい、うーん芸人の僕からしたらってどういうことなんだろうね、うん、あじゃあこれダウンタウンの松本さんそうですねあわ分かったあー小芭蕉もそうだ あ、そうそそうああ分かった分かったああ降りたもそうじゃないあそうかも降りただったっけかな大谷だった大谷なあそうあ分かった分かったえそうなのそうらしいですええいきますねおお頼む哺乳類残ああ間違えたじゃあ降りたとか大谷に迷わないじゃあんでこれで えきあの左利き正解でーすええそうなのな左利きらしいです、ね、答えによって違うんじゃないんだそうですね一応北極にせいえー、北極なに生息するで北極車はみんな左利きというええー 情報のみにななっておりますえーはい、なんでなんかね原因知りたいっすねなんでだそうっすなんか原因がありそうですけども天才集団北極、えー、北極熊はみんな左利きということで天才集団天才集団って僕が調べた雑学記事, <laughs> 記事に載ってました <laughs> 北極熊は天才 <laughs> なんだ天才集団北極みんな左利きその情報を聞いた上だとなんかこの左手で何かやった方がこの何かに効率がいいからとか 脳の構造上そっちのほうが獲物を取れるとかんかそんなことなのかなとか思っちゃうけどめっちゃ理由知りて普通のクマは違うんでしょ多分ねそうですねホッキョクあなんなんか理由なさそうだなたまたまっぽいなたまたまって遺伝的なものなのかな分からんのわかんないですねいい問題でした出なかったな以上僕の雑学クイズになりますさあここからどうします僕ら どうしうえエンソさんならどうぞエンソーさんの問題ちょっと久々に聞きたい,っす、ね、い,いですねマニアックなやつと生き物のやつどっちがいいですマニアックなやつと生き物のやつ <laughs> その二、ね、両方聞きたいんだけど <laughs> 完全にマニアックでお願いしますマニアック言いきましょうじゃあ特にためにならない雑学ゾンビゾンビはいゾンビ, <laughs> ゾンビ バイオハザードのゾンビと正統派のゾンビ違いは何えああ多分簡単これいいっすか多分わ分かんないっすあの手あげてるかあげてないかじゃないっすか違いますええやられたぜえバイオハザードあげてないイメージなんだよなああそっかじゃあ走るか走らないか違いますあ これっぽいのは出たなセキさん行きますバイオハザードよく知らないんですよ僕ああなるほどやったことなくて僕えっとねそれをそれ言っバイオハザードのストーリーとか言ったら割と正解に近づく感じですかもしかしていや言っても大丈夫ですねです正統派のゾンビが何なのかが分かんないんだと思うんでそうで正当派が <laughs> そうですね <laughs> ちょっとこっ 僕もバイオハザードしっかりやったことないんですけど一応俺もなんとなくは知ってはいる映画とかは見たからあれの感覚でいいってことでも多分僕同じような答えが多分出てると思います今あっ俺今答え出てねえんだわ実はちょっと自信はないですけどいっちゃっていっちゃっていっちゃってえっとバイオハザードは生きてる人間がゾンビになって正統派のゾンビは死んだ一度死んでからよみがり手がなる。 惜しい惜しいバイオハザード確かなんかこのウイルス系で感染するんですなそうだそうだああんかそんなストーリーだったね確かに確かに言ったら映画もこう噛みつかれてなるとかもあるか別に死ななくてもゾンビになる映画でも死んでからゾンビになるやつもいますああでもそこではないけど惜しいんすね惜しいなうなんだろうな惜しいヒントヒントはい バイオハザードのゾンビは、うんはい、いわゆる病気でなるはいバイオがハザードしてるなりますよね <laughs> 正統派のゾンビは <laughs>、はい、ファンタジーに入るファンタジーに入る科学的なことではないですってことはバイオハザードのゾンビは元は人間で正統派のゾンビはそもそも人間ですらないというか架空の生き物 違いますえっ <laughs>、ね、どちらもっっ死体が動くのは同じああいやはい動く原料が違う原料原料えっバイオハザード人食ってるっけまあどっちかが人食ってるよねそうバイオハザード食べてたイメージあるからねえねでも別に正当派も人を食いに襲いに来てるよね なんか、あれですよね。なんか、その。人間の欲求、最大の欲求の食欲を満たすためだけに動いてるみたいな。なあ、いいね、いいよ、行って。行って、行、ね、って、行って。行って。行って。言って違うわ。いえ、いえ、行ってよ、行 <laughs> ってって言ってんじゃねえよ <laughs>、えー。えー、っと。えー、まあ、でも、いいんじゃない、どっちがどっちとかじゃなくて、それ言ったらいいや。そのー。 そのえー、食食べる欲求を満たすために動いているいや違います <laughs> 違った違ったまあまあちゃんと盛り上がってんで動くかが理由ですなんで動くか,か,動くか原料原料ってかってことですよね、うん、何で動くかバイオハザードのゾンビはウイルスで 病気になって死体が動きますが正統派のゾンビはあることで動きます正統派のゾンビ正統派のゾンビって何そも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 なええ。ただバイオハザードでもたまにいますたまに正統派のゾンビっぽいやつはいます でも基本的にそっかゾンちょっと違いますねその自らの意思があるかどうか正解おおえどっちがあんのどっちがあんのバイオハザードが多分ないんだと思うんですよあないないんだないんだああ死んでっからねただただ目的もなくこう襲いに来るけど正統派はこいつを が好きだったとか殺したいとかわかんないけど<あ>なな考えがなるほど目的があるってことですか？逆ですね。逆な。バイオハザードの方がいわゆる欲求食欲とか、はい、そういうのを満たすために自分で動くんですけど。えバイオハザードそうなんだ。<ー>あの要は知能が低くなっても欲求しか動かなくなるんで。はい,はいはいはい。正統派のゾンビは、はい、操られて動きます。 ああ<ー>操られてててるっっここととは自分の意思じゃないってこと死体に悪霊の魂などを入れられてで魔法使いとか魔術師に動かされている人形あーあーなるほどあ一回映画とかから出なきゃいけなかったっつ話ですねあ<ー>正統派がそうですね、うん、ああ<ー>本物のゾンビは基本操り人形、はい、要は 見た目がああいうふうなイメージありますけど、はい、誰かがこう誰かっていうか何かこう操られてるんですねそうです、ね、ああスリラーバーグだワンピースの <laughs> そうそう <laughs> ワンピースの月光守屋がやってるあのゾンビたちが生徒のゾンビだそう,そうですねそういうことなんだねへえ <laughs>、ね、<laughs> なるほどはあそうなんだ ああ面白い <laughs> これいい問題だないい、ね、楽しかったちょっと出なかったな面白い,面白いですね,いですねさあじゃあどうします誰かいくか、うん、関さんがいくか僕のあんま難しくないんで、うんはい、知ってる人も多いと思うのでじゃあまあ全然知らないやつと知ってるやつどっちがいい知ってる可能性があるやつ 全然知らないって超むずいってことですかうん推理で生きる方でいこうかなじゃああありがとうございますじゃありますねお願いしますえっと日本の玄関のドアなんですけど日本の玄関のドアは外開きはいはいはい俺の引き戸とかあるけど外国のドアは内開きなんですよ うん<う>なぜ<ー>っていう話ですう、ね、ー,あーとなんでだ分かったかも分かんないけど分かったかも分かんないですいいっすかはい、はい、えっとえー、要はあのー、靴脱ぐか脱がないかああもう正解ですやったー,ーはいそれともう一つ理由あるんですよもう一個もう,いもう一個ある、はい、さらにでもこれはちょっと理由としてはちょっと弱いかも えっと推理もしづらいうんなんだろうあできるできる推理はできるし納得はするけど靴を脱いでの他にそうそうもう一個あるらしいもう一個なんだあえいささん家で事故が起きたときすぐ出れるようにうんちゃいますうんそうですねうん まあさっきのはその内側に靴とかがあると内開きだと引っかかって開かない時あるし靴箱なんかあっちゃうとね邪魔だなっていうことなんですけど靴を脱か脱がないかと違いなんですけどそういうことではない別の答えもあるっていうことですよねそうですねちなみに国外まあ特にえまあ近代化が進んでる外国アメリカだったりとかっていうところには引き戸はほぼほぼないですこれも理由があってですね うん、引き戸はほぼほぼない、うん、まあふすまみたいなとはねはいはいはい<ー>理由もあるさらにそれにも理由があるとう、うんうんうん、地域によっても違うと思うけど、えー、多分ほとんどないと思うこれ内開き外開きと引き戸はまた別の理由なんですかじゃあえっとね同じ理由同じ理由、うん、えー、何内開きと引き戸にするとっていうことね 外開きあ違うな逆だな外開きと引き戸だと生じる問題があるとうんというよりも内開きの方がいいっつう考え方の方がいいかもねあ内開きの方がいい内開きの方がいいうーんエソさん招き入れやすくすくるため <laughs> お でも、ちょん、おし、おし。っか,か,っかなり、かなり来てます。もうちょっと触ってます。<お>ちょっと触っているお、うん。お客さんを招くため、<laughs> 招くため。<ー>マナーの問題。それか、あれじゃないですか、えー、この。開閉の、ストロークというか、内開きの方が。入りやすい的な。 ううんちゃいます違う、うん、考え方めっちゃいいんだけどね考え方はいいじゃあなぜ日本は、ね、日本にも内開きあるんだろうけど靴が邪魔だからほとんど作らないんだろうけどはい、うん、言ったら外国で外開きでもいいじゃんっつう話そうですよね引き戸でもいいんじゃねっつう話ですね遠藤さん雪が降るからおーブブー あ,あ<ー>でもなんかむしろ理にはかなってる感じの答えっぽかったけどなでもそれあれっすね雪国か雪国、うん、かじゃないかの違いでだからな、うん、国内外関係ないもんなええー、ヒーローちゃんが強盗が来た時閉めやすいから正解です物理的にあの内側に開くドアっていうのはドアごと押し出しやすいという ドアごと押し出し出やすいドアを縦にして人の侵入を防げるなるほど<ー>押し出すあ入ろうとしたやつうボンで外に行ける,なるほど外開きだと自分の体を外に出てあのドア掴んで引き込まないといけないんであ<ー>そこで撃っ,た撃ったり刺されちゃったりすると防犯的な話ですねなるほど引き戸なんてもっていなほかがです 引き戸はもうやばいっすね <laughs> 防ぎようがないという、うんうん、そのままタックルしたら入られちゃうという解、ね、答でしたねすごいすばらしい答でしたああいいですねはい<ー>ということで今日は4問やりましたけれどもはい CM 後続くか続かないかちょっと CM 中に考えますのでー一旦 CM でーすああんかでもいいっすねはあってなりました、うん まあ靴の靴箱とか靴で引っかかるっつうのはなんとなく予想つくよね。いや、そうっすね。でも、もう一個の出なかったのは。うん、じゃあ、めちゃくちゃ簡単なやつ出します、ね。いいですか、はい、ラストにもう一問いきましょう。はい、来週ってまだ放送あるんでしょうかあるよ、最後ですね。来週,来週全部雑学です <laughs> 雑学ラジオ<学>、<laughs> ためになるラジオになっちゃってる。<laughs> ちょっとありかなと思ってた。 なんか聞いてる人は分かんないけど楽しいんだよな <laughs> <laughs> リスナーっていうのラジオ番組ですからね <laughs> すいません当たりましたねヒーローちゃんさんはい,い,いやでもよく分かったな <laughs> さすがですね押し出すの ゾンビのクイズもおもろかったな。 はいといととうことでもう間もなくお別れの時間が近づいては来ているんですが、はい、最後にラスト1問延増さんから出題していただけるということで雑学術いきましょう、はい、お願いしますでは動物の簡単な問題です、はい、動物の簡単な問題、はい、初対面の動物相手にやっちゃいけないことは何でしょういわゆる警戒状態相手何者か分かんない状態でやっちゃダメなこと。 これってそのどの動物相手にもってことですか大抵の動物はこれやられたらまあちょっと危ないと思いますねこれは人がってことですか、うん、そうですね人じゃなくても要はその行為自体がもう<ー>動物どうしてももうアウトラインギリギリみたいなどえー、どういうこと大抵の動物はそれやられたらまあちょっとあ初対面で、うん、やられたな これ人間同士でもそれ嫌ですかまあちょっと居心地悪くなりますねあじゃあこうこうも見せるみたいな違いますなんか嫌だわヒントヤンキーヤンキーヤンキーじゃああれじゃないですかええねえあれあのタバコを押し付ける違いますいや… いやむかつくわあと少しなんでもう一個一番ヒントヤンキーの威嚇ヤンキーの威嚇タバコを押し付ける違います攻撃攻撃威嚇も何もええあのあれですねメンチ切る正解ですあダメなんすねの動物は目合わせる 威嚇なんで目合わせるのダメなんだ。なるほど。要は喧嘩売ってるってことになるんで。はあ、<ー>そう、ね。なんかよく俺あれかと思う。背向けたらやダメかなって最初思ってたんだけど。それは肉食動物。<ー>えー、逃げたら本能で追いかけたくなります。ああ。ああ。マとかねいます、ね。肉食動物の初対面って目も合わせちゃいけないけど背も向けちゃいけないでしょ。はい。 <laughs> どうしたらいいんだろう足見、足見て動向を伺うしかない。もう、<laughs> 近づいてきてるってなんだ、やばいな <laughs> や。やばいやばいやばい。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、合わないのが一番ってことですね。<laughs> はい。はい、はい。ということで、今週もお時間が来てしまいました。来週も聞いてください。またねバイバイありがとうございました